どうも、ジールマンです。アクアシューターズの新弾発売。今回ご紹介するのはアクアシューターズ10弾全5種です。いや、ジールマンね、美少女フィギュアにあまり明るくないので、8弾以降ね、9弾はスルーしたんですけども、今回の10弾、なんとね、中二心をくすぐる仮面が登場したんで、思わず回してコンプしちゃいました。はい、今出してる画像の中央にいるキャラクター、この香川美和というのが仮面キャラクターなんですね。今回はそんな新要素、仮面を楽しみつつ、各キャラクターや武器セットもしっかりと見ていきましょう。でですね、この後一気に組み上げた状態をご覧いただくんですが、その前にこのカプセルの色と中身の関係性ご覧ください。ズードン、はい、このようになっております。こちらね、ジールマンのツイッターアカウントですでにつぶやいたものと同じ画像です。さあ、それではこちら全て組み上げた状態にレッツラゴー。はい、てなわけで開封と組み立てを終えました。いやー、やっぱね、仮面はインパクトがすごいですね。そしてメガネの子もいるので、この茶髪で一番ノーマルな見た目の渡辺敏子が逆に主人公っぽく見えますね。そしてオプションパーツも久々のタクティカルベストでございます。こちら非常に汎用性高しくんなんで、ありがたいですね。さあ、それでは今回のラインナップ順番にじっくりと見ていきましょう。まずは今回の目玉、仮面少女から。はい、てなわけでこちら仮面少女こと田川美和でございます。いや、ほんとこのキャラ属性盛りすぎじゃない？めちゃくちゃ濃いですよね。はい、こちら仮面を外したお顔も仮面に負けず劣らずのクールな無表情でございます。にもかかわらず髪型は髪飾り付きのツインテールというのがギャップでございますね。さらにこのミワは今段の他のキャラクターとは脚部も違います。はい、こんな感じでタイツだかストッキングだかの仕様もそうなんですが、靴下もね、ちょっと他のキャラクターと違ってますね。右が他のキャラの靴下、そしてこのミワに関してはなんかこうレッグウォーマー的なものかななんて思います。まあ、なのでこのミワの足って結構特殊な構造になってるんですね。例えばその靴なんかも接続が、はい、このようになってたり、レッグウォーマーもね、こういう形でついているので、レッグウォーマーだけとか靴だけとか、あと膝から下なんてのね、他の2人と取り替えるなんてことはできません。まあ、ただ足の付け根は共通なので、足そのものをね、まるっと他のキャラクターと変えるということは可能です。さて、それでは今回の目玉である仮面つけてみましょう。はい、だいぶキャラが濃くなりました。やっぱね、この仮面インパクトありますよね。ただね、個人的にもったいないなってところが一つございまして、それがね、この前髪を差し替えなきゃいけないことなんですね。はい、こちら左が通常の前髪、右側が仮面専用の前髪となります。つまり今回の仮面って汎用パーツじゃないんですよ。まあ、ただそれでもね、メガネであったり、あとメイドさんのカチューシャと比べたら、一応ね、通常の前髪でもつけることができるだけマシかもしれません。とはいえね、横から見ると、はい、がっつりと隙間が出てしまいます。でですよ、そんな仮面パーツなんですけども、ジールマンね、言いたいことがどうしてもございます。はい、こちらジールマンがね、動画投稿を始める前なんで3年くらい前ですかね、実はすでに制作していたんですよ。バンダイやってんな。まあ、こんなんで誰でも思いつくことなんで、それを実際に量産品として商品化するには結構な時間がかかるってのは分かっておりますのでね。はい、ちなみにこのジールマンお手製の仮面なんですけども、なんとね、はい、通常の前髪でも隙間ができない優れものでございます。すいません、なんか張り合うみたいになっちゃってね。ただ本当にこれエポパテ製で簡単に作れるので、今回のね、マスクを機に他のキャラクターにもマスクをつけたいと思う方は作ってみてはいかがでしょうか。さて、続いては渡辺敏子。今回のね、本当にドノーマル枠でございますね。もちろんね、新たな試みも嬉しいんですけども、こういうノーマルなキャラクターっていうのも本当にありがたい存在ですよね。余計なね、パーツとかがないんで、さまざまなポロリの心配もございません。シンプルに遊びやすさ、これにつきますね。そしてお顔は少し垂れ目で優しい感じにもかかわらず、最初から付属してる武器がね、3人の中で一番大型っていうのも、なんとなくね、ギャップがあっていいなと思います。そして今回の制服はグレーのセーラー服、シンプルだけどいいデザインだなぁなんて思います。そしてスカートや靴下などはこれまでにも見たような感じで、これといってね、目新しいものはございません。そしてせっかくなので仮面をつけてみました。
なんだろう、個人的にはね、ミワがつけてるよりもこのトシコがつけてる方がちょっと怖いななんて思っちゃいますね。まあ今回の段で仮面を手に入れた方は他のアクアシューターズにつけてみることで新たな発見が生まれるかもしれません。キャラクター最後は小出美也子。結構メガネキャラは久々な気がしますね。お顔はメガネもあって穏やかそうだし、さらにね、このウェーブのかかった髪型も含めるとなんとなくね、お姉さんっぽい印象を受けますね。逆にこの髪型とメガネで中のフェイスパーツを釣り目のものに変えたら印象が180度変わりそうだななんて思いました。そんな宮子の制服などに関しては先ほどのトシコと同じですね。ただ持ってる武器がね、はい、このように3人の中では中くらいの大きさのものになります。それからメガネを外した状態、いやさ、このキャラクターすごい雰囲気変わるよね。でこれぞギャップ萌え。そして基本的なご紹介最後はオプションセット AB、 黒かクリアかの違いしかないのでいっぺんにご紹介しちゃいましょう。はい、まずはタクティカルベストでございます。まあこういったもの自体はね、これまで2段とか5段にもありましたが、あくまでもこの形状というのは今段が初めてですね。でどういったものかっていうと、このようにね、各部にちっちゃいジョイントがあるんですね。でそこにこういったね、付属するさまざまなパーツを取り付けてジョイントを拡張するといったものでございます。その一例がこんな感じですね。でその取り付けたジョイントにさらにね、こうやって武装を装着させるというものです。そしてさらにこの銃タイプの武器、これが5種類付属します。このようにハンドガンタイプやら少しね、大きい武器であったり、サブマシンガンタイプやショットガンタイプなんかもありますね。そして今段で一番大きいのはこのアサルトライフルになります。こちらはね、一体成形じゃなくて、はい、分割になるくらいなんで、実際にね、持たせてみるとかなりの大きさとなりますね。はい、そして実際にオプションフル装備にしてみました。でですよ、こうなってくるとやっぱり台座でポージングつけたいじゃないですか。けどこのタクティカルベストをつけてると通常の台座パーツがつけられないんですね。そのためにこちらのパーツがございます。まずは台座のね、先ほどの接続部を外してあげる。そして先ほどのパーツを取り付けて、最後はキャラクターの接続部に取り付けてあげる。そうすることでタクティカルベストをつけたまま映画のワンシーンのようなアクションも楽しめちゃいます。いや正直ね、この小さいスタンド接続パーツってすごく有用だと思うんで、これね、もうちょっと増やしてほしいななんて思いますね。はい、最後は全員にいろいろ持たせてこうビジュアルイメージみたいにしてみました。まあ、やはりね、タクティカルベストがない人は装備が貧弱になってしまうっていうのはありますね。しかもこのタクティカルベストって結構汎用性も高いので、今回は積極的にオプションセットを狙うっていうのもありかもしれません。まあだからといって出過ぎちゃうのは勘弁願いたいものでございます。ということで今回はバンダイさんのアクアシューターズ10段のご紹介でございました。今回の動画が良かった、面白かったと思っていただけた方はぜひぜひ高評価とチャンネル登録をしていただけるとすごく励みになります。 Twitter のフォローも動画概要欄からぜひ。それでは今回も最後までご視聴ありがとうございました。またねー。